暇だな。かよこも定時で取ったとかやってこいよな。あ、かよこおっせえよ。なんだバンプかよ。うるせえ。なんだとはなんだとはなんだ。来月は明日だろ。あ、プラモデル。おお、好き好き、持ってこいよ。俺意外と手先器用だぜ。持ってきました。でかいよ。プラモデも、はっ、レッドさんもこんな大きいの作ったことないでしょう。ん、なんでこんなとこにテープ貼ったんだ。あ、それはこれがフルサイム脅威のメカニズムで、これを俺に組み立てろと。はい。組み立てようとした後あるじゃん。ええ、諦めてうちに持ってきてるじゃん。私料理は得意なんですけど、こういうの苦手なんですよね。苦手なんですよね、じゃねえだろ。あ、あん時ラックみたいですね。あ、いえ、だいたいお前のところ若いのいいんだろ。プラも得意そうな戦闘員とか。それが本部に研修に行ってまして、怪人もバイトやらなんやらで大座くんしかいなくて、はあ、もう頼れるのはレッドさんだけなんです。そこが間違ってんだ。だって困った人を助けるのが正義の味方じゃないですか。困った人であって困った悪の組織じゃねえんだよ。それにお前の理屈だとな、正義の味方はトイレの目詰まりやら道案内までしなきゃなんねえんだろ。だって前にレッドさんアジトのブレーカー直してくれたじゃないですか。だからそこが間違ってるって言ってんだよ。お願いします。明日のレッドさんとの対決に間に合わせたいんです。お前は誰に言ってんだ。電気回路はカセット式で差し込むだけなんで、ほんと簡単なんですよ。じゃあてめえらで組み立てろよ。大佐くん、それくれる。それそれ違う、それ10番5番のやつ。5番。帰れよ。帰ってやれ。もう時間がないんです。明日の対決でこのロボットとレッドさんが戦ったレポートを本部に提出しなきゃならないんです。どうしても作らなきゃならないんです。知るか。帰る。かよこさんが帰れって言うなら帰ります。こいつ。ただいま。バンプさん、本当にご飯いいの？いい、ありがとう。かよこさん、手伝ってあげたら。なんで俺を抹殺するロボットを俺が作らなきゃなんねんだよ。それ上下反対に入れてんだよ。それによ、設計図見たけど、でかいだけで普通のプラモ作るのと変わんねんだよ。作れねえやつが悪いって。あー、もう本部もなんでできたの送ってくれないの。おうおう、本部批判かよ。私が分かれば手伝ってあげるのにね。かよこさんはお仕事でお疲れなんですから休んでてください。そうやって苦労してる姿を見せれば俺の気持ちが動くと思ったら大きな間違いだからな。じゃあバンプさん、朝早いから私休ませてもらうわね。あ、おやすみなさい。本当に手伝ってあげなくていいの？寝てるし起きろこら。ダメ、合わない。パーツが5番。あ、私寝ちゃった。タオルケット。ああ、バカ、バンプいるんだぞ。自分の布団に戻れよ。すごい、寝てる間に靴を作ってくれる妖精の童話みたい。のんきなこと言いやがって。うまっ。戻らな。ねえレッドさんなんでしょ、作ってくれたの。せえな、他に誰がいいだよ。正義の味方さ。おかわりは。俺眠いからよ。対決今からにしろよ。終わったら帰ってまた寝るから。はい。あ、でも今日で永遠の眠りにつくかもしれませんよ。とこいつの頭の中一度開けて見てみたいよ。あれ、なんだよ。あれ、おかしいな。スイッチ入れてるのに。なんだよ、組み立て完璧だぞ。カエロが悪いんだろ、カエロが。ちょっと見せてみろよ。お願いします。バンプ様。1号くん、2号くん、
携帯の留守電聞いた？はい、アジトに寄らずに直接来ました。なので頼まれた槍と盾持ってこれなくて対決終わっちゃいました。あ、まだまだ、今ロボットの調子が悪いからレッドさんに見てもらってるとこ。なんだよ、配線逆じゃねえか。あ、わかりました。原因何か、電気回路は差し込むだけだよ。適当な仕事しやがって。これでよし。じゃあ今度こそ行きますよ。おう。止まったぞ。なんだよもう、今ブチって言わなかったか。そう、腕の可動でどっか配線切れたんじゃねえか。あ、これだ、カプラーが抜けちまったんだよ。ほら、あ、どうしましょう。で、カプラーって何？このハーネスじゃ短すぎんだって。お前、電気屋までひとっ走りしてこれの長いの買ってこい。長いやつですね。50センチくらいのやつな。バンプ、このことメモっとけよ。後でレポート出すんだろ。あ、そうだった。もう一台用意しろ。もう一台、職人魂に火がついたわ。絶対俺の作ったロボットと戦わなきゃ気が済まねえ。だから試作品なんですって。もう何迷惑そうな言い方してんだてめえ。思いのほか手先は器用。天体戦士サンレッド、これは川崎で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。おばあおばあ、そう、浮かしてたらレッドなんか倒せたのにな。ですよね。すいません、浮か前の大事な時期なのに急に入ってもらっちゃって。あのキラーさんお腹壊しちゃって。しょうがないな、俺だって変わってもらうことあるし、お互い様だよ。大人っすね。石焼きビビンバと冷麺、あと叩ききゅうり倍に加え、お待たせしました。あー、ねんちゃんねんちゃん、冷麺こっち。石焼きビビンバ俺です。はい。セミンガさんはご飯もの頼まなくてよかったんですか？あ、俺たちがっつり夕食モードなんすけど。ああ、俺対決前にバナナ2本食べてきちゃってるから。はいはいはい。帰ったら朝煮たうどんの残りも食わなきゃならねえし。え、セミンガさん料理やるんですか？違う違う、アルミの鍋に入っててつゆ注いで煮るだけの鍋焼き。俺料理ほとんどしないからさ。ああ、あれうまいですよね。え、でもバナナ食べてるって言ってもうどんの残りだけで足ります？夜。いやー、ほら最後にほら真空パックのご飯をうどんの残り汁に入れるわけよ。あー、俺もやりますそれ。はいはい、むしろうどんよりうまいっすよね。天かすの残りがいい仕事すんだよな。知ってじゃあ俺は行くわ。はい、明日のミーティングよろしくっす。ああ、反省会な。ああ、ちゃんと行くって。じゃあな。くそ、浮かしていたらレッドなんか倒せたのにな。あれ、な、戦じゃ足りなくね？おい、ほらそんなこと言うなよ、セミンガさんだぞ。え、あ、そうだな、セミンガさんだもんな。そういやさ、セミンガさんこの業界20年だっけ？もうベテランだよな。この先どうすんだろうな、あの人。うかするするっつってもな、本当にすんのかな、うか。あ、すいません、グレープフルーツジュース。はい。あれ、もう飲まないの？いや、これ以上飲んだらさ、すぐ眠っちゃいそうだからさ、今日は。ん？いやいや、俺明日デートなんだよ、気合入れて服決めねえとさ。え、マジで？何？お前あれからまだ彼女できねえの？そう。いいな。え、何？ここでいいな。全然聞こえないで。いいな、デートかよ。いや、聞こえてないんだよ。いや、もうデートかよ。ああ、そうかそうか。いや、マジめんどくせえになって。何が？あ、あれこの前ビムーズで買ったパーカー、あれ着ていけばいいじゃん。ダメだって。明日のデート彼女が高島屋のビムーズ行きたいって言ってんだよね。ああ、そりゃ着ていくわけにはいかねえよな。どんだけフリークだっつうの。
いやビームズで買ったパーカー着てビームズ行って、しかも本気物、まだ店に並んでるっつうの。あれ今日何日だっけ。ん23日。え23、やべえ、デート今日じゃん。戦いの後に安らかな日常がある。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。